子どもの頃僕はずっと考えてました。みんなも考えてたのかもしれない。卵が先か、鶏が先か。卵が先か、鶏が先か。卵派どれぐらいありますお、卵ゼロお、いきました。え、じゃあ、鶏先。お鶏はどこから生まれたんでしょうね。多分ね、これ議論したらね、明日になります。このあたりで終わりましょう。 大人になるともう一つ僕疑問を抱いてたんですよ。これです。言葉が先か、現象が先か。い実は一番短いなんですよ、これ。いや、言葉じゃないかなってどれぐらいいます、ちなみに。あ半分ぐらいですね。いやいや、現象だろう。現象。ああ、いいですね。トークのしがいがあります。ありがとうございます。じゃあ、ここから一緒に、ね、旅をしていこうと思います、言葉の。これ、中国のことわざなんですよ。あ格言なんですけど すごい,良いこと書いてるんですよ。鳥は空気が見えない。魚は水が見えない。人間は自分が見えない。ねえ、よく言いませんなんで私のこと分かってくれないのって。ねえ、その私が一番分かってないみたいないい例だと思います、これは。素晴らしい。もう一つ僕はある疑問を抱いてました。博多の名産、明太子ご存知ですか、めんた大丈夫ですか、皆さん。ついてきてます はい、ねえ明太子有名ですよね今日のスポンサーにもなってますけどねその明太子なんで博多の食文化になったんだろうって僕ずっと疑問だったんですよなぜ文化を作ったのかたどり着いたら見えてきたんですよ何かっていうとそう作った彼一番最初に明太子を作った彼東京も何も取らなかったんですよたくさんの人が教えてほしいレシピを教えてほしいいろんなことを言ってきました彼お尻の中教えたらしいんですよ まあそら親戚大反対よね。あんた何倍言おうとねって。これ英語に訳すの難しいかもしれないけど。時は <laughs> 取らんまいなしよと彼は言ったそうです。よかろうもんみんなが幸せになったらよかろうもんそうその言葉が現象を作って博多の文化になったんだなって。そっか文化っていうもの独占しないことなんだと。確かにそうだ。 独占したもので文化になったものはない。文明はあるかもしれない。そうなんです。そして僕は目につきました。捨てられている豚足、原価、ただ。大きい子じゃ言えません。ただなんですよ。これでレストラン作ったんですよ。日本で初めて、いや、世界で最初でしょうね。食べてきれいなレストラン。食べるエステ、いろんな言葉を使いました。今だったら当たり前。でもね、当時10人が10人言われたもんね。意味がわからないって。 もうね、続々したね、誰も気づいてないって。でも考えたら、10人が10人、いいねって言ったら、もう誰かやってると思う。10人が10人に批判されるってことはいいこと、まだ誰もやってないから。そう、それで僕は一番最初にこのレストランを作って、もうね、大忙し、大変、日本中のマスメディアが来る、日本中のレストランの関係者が来る、企業が来る、いろんなオファーが来る、同じ、一緒にやりませんかって、フランチャイリズをしてほしい。 商品開発一緒にやりませんか同じようにやっていきましょう僕全部断ったんですよ。レシピ全部あげてたんですよ。どんどん真似してくださいって。コラーゲンしゃぶしゃぶ、いい名前じゃありませんって。どんどん使ってくださいって。食べるエステ、どんどん真似してください。どんどん自分たちでやってください。ものの2ヶ月、日本がコラーゲンっていうものが食べるっていうとこうに対しての分解だったとか。ねえ。でもね 僕はコラーゲンっていうのは若い人が一番気にしてるかと思っておばあちゃん来たよお店におばあちゃんに思わず言ってしまったよね「ばあちゃんまだ綺麗になりたいと」って <laughs> ばあちゃんに言われたのがあんた何倍言うとねって女は死ぬまで綺麗にいたいのってもうあの時鳥肌が立って巨大なマーケットを作ったじゃないかと僕はその時にもう僕はニューヨークに行ってましたニューヨークに一人一番最初の思い出してください言葉が先か現象が先か ある仮説を僕は立てたんですよもしも言葉が現象を作るならば人間は今現在と過去は分かってる未来が見えていないその未来を自分の言葉で作っていこうじゃないかとそしたら場所は関係ないのかもしれないねニューヨークなんでニューヨークかってね世界一の激戦区だから東京であったら弱いもん一めと僕思ってたから世界で一番きついところでやれたら何かしらの自分の得るものがあるんじゃないかって そうやってどん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 自分の言葉で現象を作ってきました。ねえところがこんなかっこいいことばっかりじゃないです失敗も多い悪いこともいっぱい起きたそのたんびにもう一回振り返ってみる何の自分の言葉がこの現象を作ったのだろうかって言いかえるのならば何の言葉を発していたらこれは回避できたのか皆さん記憶にありませんねえ都合が悪いことは他人のせい、ね、え他人は有罪自分は無罪みたいな。 ね、人間はよく主張しますけどそこをちょっとや,やめてみようと自分が全部作った現象だとそこに立場を取ったらどうなるんだろうかお店なんとかオープンしましたニューヨーク・タイムズですよ豚足取り上げてるんですからねすごいでしょねアメリカ人もよく分かってません全く何が来たのか何なんだこれはと。 お店初日から大繁盛すごい人が押し寄せてアメリカ人が聞くんよ豚足僕ね英語で言ったらピックフィットって言うんだけどその言葉はね一切使わなかったメニューにも何もかもこのローマ人の豚足って言葉を付け加えてたまあ当然聞くよね豚足ってなんだってその時に僕は言ってました豚足はフランス人がこよなく愛している料理ピエド・コションだと。 彼らは聞いてくるピエード・コションとは何だとピエード・コションは英語で言えばピーク・フィットだと彼ら何て言うかフランス人が食べるなら食べてみようって不思議でしょそうなんですよ僕気づいてたことがあったんですよアメリカって食文化ってないなってピザとバーガーの国なんですよだからフランス人が食べる料理っていうのはすごいリスペクトしてるだからフランス人が食べるものを自分もそうなりたいみたいな憧れがあるみたいな そして食べてたときに彼らが言う、何、美味しいじゃないって、僕、心の中で思ったんで、絶対嘘だって、<laughs> だって、ゲテモノだって言ってたじゃん、お前ら、みたいな、言いませんよ、それはもちろん、レストランのオーナーですから、ね、そうなんですよ、あるときに、同じ事件が起きたんです、それは何かっていうと、あるメニューを見たとき、3組同時に怒られて、頼んでもないのよ、頼んでもないのに、気持ちが悪いって、何なんだ、これはって、こんなの載せないでほしいって。 何が起きたか僕分かんなくてよーく見てみたら明太子その中にあるこの言葉「コットロー」という「タラの卵」気持ち悪いらしいでもね銀だらの西京焼きは好きないアメリカ人「タラの卵は嫌だ」って一日考えたねなんでなんだなんでなんだってそして翌日僕メニュー名を消したんよこう書き換えました「博多スパイシーキャビア」 ありがとうございますもう本当に親戚でもないのにこの「博多スパイシーキャビア」って書いた途端に爆発的ヒットアメリカ人たちうまいうまいと食べてるこれシャンパンに合うじゃないかって何を言ってるんだこいつらと思った時にはっと気づいたことがあったよ何かっていうとこの人たちはものを食べてるんじゃなくて言葉を食べてるんじゃないかでもそれは彼らだけの問題なのかって はっと振り返ってみたときに、どんなに豪華なフルコースがあったとしても、喧嘩して食べたらすごくまずかったりする。どんなに質素のご飯でも会話がおいしければそれがさらにおいしくなる。一番短いかもしれない、僕たちは。そして気がつかない間に僕たちはたくさんの言葉に囲まれてる。映画のカミングスーンでもそう、たった一言書かれたキャッチコピー、これで見に行くか見に行かないかを勝手に決めたりしてる。言葉って実はすごいことじゃないのかなって。 びっくりしたんですあれ俺言葉を大事に使ってんのかなって。もっと言うと言葉を道具にしてないのかなって。ひょっとしたら言葉が人生かもしれない。その瞬間何を言葉したかが人生かもしれない。そう思った時にちょっとね襟をたなそうって。これは日本とかどこに住んでようと関係ないのかもしれない。今あなたが発してる言葉が未来を作ってるのかもしれない。 そううう思っった時に不景気ってどうなんでしょうねそれも言葉が作った現象かもしれないそこに立場が取ることが僕すごい大事じゃないかなってそうなると人生なんて自作自演ですよね自分が作ってるんだって自分が物語を作ってるもう一回自分がどんな言葉に今生きてるんだろうってそこを見たときにひょっとしたら明日いや今この瞬間新しい人生が 目覚めるかもしれませんぜひ皆さん自分の言葉を大事に生きてみてくださいありがとうございました